どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、モルディブマレ空港に来ております。で本日はですね、ヒルトンモルディブ2022年7月の、19日ぐらいにね、オープンした、まあ、本当にオープンしたばっかりのねヒルトンホテルに今回ね2泊お世話になります。まあ、新しいモルディブのヒルトンホテルということで、かなりね楽しみにしております。で今ねイミグレーションを通り越したところに、ホテルの、係員の方が出迎え来ていただいて、で今からねこう船の乗り場になってるんですけども、まあ、ここにね案内してもらって、で今ね船を待っているところでございます。この船が往復ね、前回の動画でも言ったかもしれないですけども360ドルぐらいですね。はい、詳しくはちょっと請求額来たらまた載せておきますけども、往復でねこれ確実にかかります。他のホテルに比べたらかなり良心的な価格設定です。はい、リッツカールトンとかとね10万とかコンラットとかもねそのぐらいの価格っていう風になりますんで、かなり、ね、良心的な価格っていう風になります。今ねモルディブは12時35分ということでちょうどお昼ぐらいですね。いや新しいヒルトンホテル、しかも7月に開業したばかりなんでね、かなり楽しみですよね。はい、7月の19日じゃないな、7月の19日は違いますね。リッツカールトンの、それはニューヨークが7月の19だった。7月の何日だったかな、前半だった気がします。はい、失礼しました。リッツカールトンと混同してましたね。ニューヨークのノマドが7月の19日から確か開業だった気がします。でここがね7月の何日だ、頭ぐらいだったかな。はい、そんな感じだったと思います。まあとりあえずね、どちらにしてもまだねできて間もないホテルということで、かなりね楽しみです。あのモルディブにはねヒルトンはヒルトンブランドの今回の新しいヒルトンと、あとコンラット、あとボルドーファーストリアもあります。でコンラットはねちょっと離れて飛行機です。でボルドーファーストリアもボートで、ボルドーファーストリアのボートはね1000ドル往復で、でコンラットは飛行機で片道800ドル衝撃ですよね。はい、私的にはね予算オーバーで、あとねポイントで取れないんですよ、なかなかこのコンラットとボルドーファーストリアって。ですんでこの2つはですね、まあちょっとまだ機会があればね行きたいなと思うんですけれども、まあ、今回ね新しくできたということで多分ね今のところ誰もレビューとかね出してないと思いますんで、今回ね初レビューになるんじゃないかなと思いまして宿泊しに行きたいと思います。今回は、ポイントと無料宿泊特典、これで集約してますんでかなり夢がありますよね。ここも700ドルから800ドルぐらいねしますので、いいのかな。ということでボートが来ました。 Thank you。 あ、やっぱりヒルトンのあれですね、ロゴがついてる新しい船っぽいですね。渡っていいのかな。よいしょ。Thank you。 おーすごい。Thank you。 Thank you。 すごい。乗船したら早速おしぼりをくれて、もう速攻出発しましたね。私一人ということで、まあ、これねあれみたいなんですよ、飛行機に合わせてホテルが一応循環って聞いてたんですけど、もしかしたらこのヒルトンモルディブは循環じゃなさそうですね。なんかコンラットとか、コンラットは飛行機だし、ウォルドファーストリアはね循環だって言ってたんですけど、ここはもしかしたら違うのかもしれないですし、ちょっとたまたまかもしれないですね。ちょっとここは分かんないです。いやすごい。いやあいにくの天気であれですけども、めちゃくちゃテンション上がってます私は。ということでかなり揺れますね。はい、スピードもかなり出てる。これがね Wi-Fi のアクセス QR コードになってますんで、これを読み込んだだけでねもうヒルトンのねネットにね回線つながるんで、これでもう携帯使えますね。ああよかった。私はこういった船はね初めて乗るんで結構ビビってます。箱根の遊覧船以来な気がする。結構あれなんですね、船に衝撃っていうんですか、衝撃音みたいに結構鳴るんですね。さっきもガシャンとかなってて、まあ水ですもんね。でも一個ドアを開けたらねもう本当にすぐそこ海なんでね、投げ出されたら終わりって感じですよね。すげー。またこれもリッツカールトンとかコンラッドとかボルドーファーストリアとかだと、まあ、船だとまた違いますよね。いやーこれはいいですね。
大体20分ぐらいかかるって言ってたんで、ひとまずねホテル到着までちょっとカメラ止めちゃいたいと思います。それでですね、今私がいるのはこの場所で、大体ホテルがねここですね、ヒルトン、ちょっとねかなり揺れてて申し訳ないんですけども、ヒルトンモルディブアンミリリゾート&スパっていうねこちらですね。まあまあ離れてる方なんですかね。下の方にねウォルドーフ・アストリアとかあって、ここにね、これキュリオコレクションがあったりとかしてるんですよね。ということでもうしばらく揺られたいと思います。船めちゃくちゃ揺れますめちゃくちゃ揺れます。皆さん酔い止めを飲んで乗りましょう。他の船がどうなのか分かりませんが、20分間ぐらいかかるんですけども、この揺れで20分間ずっと続きますんで、これやばい人結構多いと思います。ということでとうとう到着しました。これがヒルトンモルディブ。ちょっと今かなり暗く見えてると思うんですけど、一応これねすりガラスになってます。うわ海青、すごい。すりガラス越しでこの青さやばいですね。今ちょっと亀っぽいのが動いてった気がするんですが、気のせいかもしれません。あ、こっちよちょっとねうまく映ってないかもしれないですけど、ホテルの方が出迎えで手を振ってくれてますね。いやありがたい。 Thank you Thank you。 よいしょ、わー雨めっちゃ雨。 Thank you。 よいしょ、Thank you。 あ、Thank you。 あ、すごいすごいすごい。ありがとうございます。 Thank you。 Yes。 Ice tea。 Thank you。 Lemongrass and vanilla。 Lemongrass。 Thank you。 Sorry。 I'm only。 Thank you。 Thank you。 Shofar is our guest experience maker or Jim. You can call him for short. Easy to remember.So Shofa will be looking after you during your stay. So if there's anything you need, you can contact her. Thank you. いや、これですよ、これ。これがモルディブブルーですね。おー、すげー。It's only 20 days, and this is the reception area. Reception. It was too rough here, so we go there. But this is our main arrival.So we come here. This is tea lounge. Tea lounge, yeah. Yes. And you have every day 4 to 5 happy happy hour. Some alcohol, mocktail, cocktails. Oh, drinks, this is snacks. Free? 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 Oh, yes. Free every day 4 to 5. 4 to 5. Very nice. Because you are a diamond member. 水上バイクまだ。Oh, beach. Water sports at the beach.そうなんだ。ボレスポーツセンターオープン every day from 8 a.m. to 6 p.m. 時間が決まってやってるんだね。This is our kids club. Kids club. Oh, kids club. Yes.From age 4 to 12, they can stay here. They have kids pool, splashing park. Wow, kids pool. Lots of games for kids. Oh, this hotel kids okay? Yes. Oh, really? Yes. そうなんだ。 And here we have our breakfast restaurant. Breakfast. From 4 to 10, 7 to 10:30, breakfast. Breakfast. And yes. 12 to 2:30, lunch. Lunch. And 6:30 to 10 o'clock, dinner.But we have dinner other options and lunch other options. Only breakfast you have to come here. Oh, okay. And this is the art studio. Art studio. You can draw something if you want to try drawing. They have charcoal, coffee drawing classes. And our jewelry shop and boutique. And this is our photo studio. Photo studio. Any moment we call.You have a professional photographer for 30 minutes. You can enjoy 30 minutes photo shoot. Gym and spa. Gym, spa. Spa, yes. We call Amingiri Spa. Amingiri Spa. Ah, spa. And in the gym,
It's open 24 hours. Oh, 24 hours. You can spa is open from 10 o'clock to 8 a.m. Yoga pavilion, salon. If you want to do pedicure, manicure, haircut, we have salon, and then the sky deck where you can enjoy some drinks. ということで、私のね、客室まで送っていただきました。ちょっとね、一通り説明は受けたんですけども、ここからね、やっていきたいと思います。私の誕生日と一緒の5月15日、515です。で、ここにタッチすると、まず一つ目のドアが開きます。ではね、中に入っていくと、こんな感じで、右がね、寝室、客室部分になって、ここはね、バルコニーみたいな感じですね。よいしょ、どうでしょうか。で、プールがね、ある感じです。こんな感じですね。で、ここにくつろげるテーブルと椅子があって、プールがそのまま直結で利用できると。はい。で、ここも飛び込むなっていうのが書いてありますね。で、こっちに、ここにね、寝転んで利用することができるあれがありますね。ソファーあります。で、こっち側にね、海に行けるという感じですね。ここもね、飛び込むなっていうことで、あんまりね、深くないんですね、ここね。もうこっち見ていただけると分かると思うんですけども、結構ね、低いみたいですね、っていう感じです。いやー、いかがでしょうか。これがモルディブです。いや、初めて来ました。いいですね、いい眺めです。ということで、客室部分行きましょうかね。はい。ちょっとこのね、左側が全部客室部分っていう風になります。テラス、タバコ吸っていい？珍しいですね。これ灰皿じゃないですか。ヒルトンでこんなことあるんですね。これはモルディブ特別仕様かもしれないですね。テラスに関しては喫煙 OK なんですね。いや、これは結構衝撃的。基本的にこういうバルコニーとかあってもね、あのヒルトンホテルでは基本的に、マリオットもヒルトンもタバコダメなんですけどね。いやー、これは吸いましょうかね。冗談です。はあ、これは結構びっくりですね。ここの大きな扉がね、客室部分になっておりまして、これでカードキーをここに当てると開きます。よいしょ。はい。ということで、開ける方間違えてました。はい。客室内はこんな感じになっております。はい。香りはね、ヒルトンのあの香りですね。同じ香りがあの部屋の方にね、されている感じです。いや、どこから見ていきましょうか。これスタンダードルームですからね、これやばいですよね。はい。じゃあちょっと左から見ていきましょう。ここにね、一人掛けのソファーがありまして、上にね、ライトとかがあります。ちょっとね、さっきからカチャカチャ言ってるのは、このドアね、反対側のこの開けるドアなんですけど、これね、かざすと開くんですよね。これで今ちょっとチャカチャカ言ってました。はい。で、こちらにソファーがあって、これは椅子ですかね。で、こちらね、ぶち抜きでこんな感じで見えるんですよ。やばいですね。はい。で、こんな感じでビーチも楽しむことができます。だ、客室内だとね、ちょっとね、外はね、暑いまでいかないけども、ちょっと蒸し暑いみたいなね、そんな感じなんですけども、ここにいるとね、蒸し暑さも全く感じず、エアコンがね、完全に効いている感じですね。はい。こちらにね、大きいテレビがあります。これは60インチ以上ありそうな感じですね。で、下にクッションが入ってますね。このクッションは何用かはちょっとわかんないですけども、クッションが入ってます。で、こっち側にお風呂場ですね。はい。はい。お風呂はこんな感じになっております。いや、素晴らしい眺めですね。はい。ですので、海を見ながら利用できる感じですね。で、こっちにシャンプー、シャワー、
シャンプー、ボディーソープとかあります。これはおそらく同じものですかね。あ、あれがありますね。塩。はい。岩塩みたいなのがあります。で、こちらにタオルがありますね。で、こちらにバスタブ。かなり大きいですね。はい。で、体重計があって、で、こちらにね、洗面台です。いや、すごいですね。すごい。で、アメニティ類は、ここに石鹸があります。で、この、これは、あ、ここに入ってる感じですね。歯ブラシとか、これはデンタルキット、これは歯ブラシですかね。で、こちらがブラシ、ひげ剃り、シェービングキット。あ、すごい、デンタルフロスまで入ってる。すごいですね。コットンパッド。で、綿棒ですね。はい。かなりたくさんのものが入ってますね。普通のヒルトンよりちょっとレベルがなんか高い感じがしますね。あとこちらは、これ何だろう、これゴミ箱なんですかね、ちょっとわかんない。何も入ってないですね。あとマウスウォッシュと、ボディーローション、タオルっていう感じですね。あとドライヤーが下にあって、タオルがもう一枚下にあります。バスタオルもすごいたくさんありますね。いろんなところにバスタオルが。で、こちらにシャワーブースですね。可動式と固定式もね、あります。ちょっと固定式が高すぎて映りませんけども。同じね、アメニティが置いてありますね。いや、すごい。かなり大きいシャワーブース。独立してるのは本当にいいですね。で、反対側がお手洗いですかね。はい。こんな感じになっております。では、最後に寝室部分行きましょう。こんな感じになっております。どうでしょうか。いやー、やばいですね。で、ベッド周り見ていきましょうかね。はい、こちらにね、USB2 つと AC2 つっていう感じですね。これは何か入ってるのかな。いや、引き出しじゃない。あ、引き出しですけども、特に何も入ってないですね。あと、ベッドランプが枕元にあって、で、こっち側には同じようにありますね。で、目覚まし時計。で、ワイヤレスチャージング。すごいですね。地位充電ですかね。マグセーフではないと思いますけども、セットされております。あと、電話とメモ帳。で、こちらがクローゼットですね。クローゼットなんか入ってるのかな。あ、入ってないと思ったら右の下の方にたくさん入ってる。はい、こちらに、こういったランドリーバッグとか、はい、あとこれは何だろうな、これ。あ、これあれかもしれないですね。虫除けのやつかもしれないですね。はい。で、あとカバン。よかったら買ってねみたいな感じですかね。うん、そうですね。有料ですね。で、下に、金庫とかがあって、あ、スリッパと B さん。すごい、両方あるんですね。これはすごい。で、こんなもんですかね。で、こちらにハンガーと上に替えの枕ですかね、あります。よいしょ。で、こちらはミニバーですね。このお水はね、フリーって書いてありますね。はい、コンプリメンタリーで、エスプレッソがありますね。あとケトルとかもあります。で、こちらにプリングスルとかね、はい、ありますけども、これは全部チャージメニューですね。はい、あ、タイガービールとかもあるんですね。こんな感じですかね。あと机とあれがあって、あとね、あのエアコン等々をね、ここで制御できるようになっております。で、反対側の、よいしょ、あ、こちらのクローゼットに救命胴衣とかね、あと救命胴衣とか、ガウンとかね、セットされております。はい、そんな感じですかね。あとあれだ、アイロンとアイロン台もこちらにあります。以上でしょうかね。ということで、こちらね、ヒルトンモルジブアミンギリゾート&スパであってるのかな、ちょっとね、読み方が分かんないですけども、ヒルトンモルジブ、こちらにね、2泊でお世話になります。で、今回ですね、こちらの宿泊したホテルのこのルームキーなんですけども、木になってます。非常におしゃれですね。はい、こんな感じになっておりまして、ダイヤモンドメンバー等々のね、サービスが一覧でね、こんな感じでいただくことができますので、非常に分かりやすいですね。はい、まずウェルカムシャンペーン、あれは
シャンペンと、スイートで、スイーツ、あれは、これダイヤモンドステータスの特典といった形になります。であと無料の Wi-Fi で無料のレイトチェックアウトですね。まあこれはね、まあ利用できればみたいな、そんな感じですね。あと、60分の、マッサージが、コンプリメンタリー無料で、30分で利用することができます。まあ30分料金で利用できるみたいな感じですね。はい、ですね、まあ時間延長みたいな、そんな感じですね。あとクラブラウンジがね、このホテルにはヒルトンホテルってついてる名前のホテルって基本的にヒルトンはねラウンジあるんですよ。なんですけども、このホテルにはクラブラウンジはないんです。でその代わり、無料のね、ハッピーアワーみたいなのがありまして、4時から7時、こちらシップっていうレストランで利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、こちらね4時から7時の間行っていただければ。まあ、こちらはまあどんな感じなんですかね、まあ、お酒も出るって言ってましたし、ちょっと食事等々はねちょっと分かんないんですけども、まあそういった形になります。で今回ね、私についていただく方と連絡先を交換して、まあ基本的にその方に連絡して、まあバギーで来てもらったり、まあこのシップっていうレストランに行ったりとか、このホテル内の移動もまあその方に頼めばバギーっていうんですか、乗り物で来ていただけるっていう感じになります。非常にねウェルカム感がねすごくて嬉しいですね。従業員全員ではないでしょうけども、従業員の方ね、たくさんの方がね船のところに来て、いらっしゃいませみたいな、ようこそみたいな感じでね来ていただいて、はい、まあ一人でね男でこんなところに来る人は多分私と小野田さんぐらいしかいないと思いますけども、いやーここはね本当にいいですね。はい、で7万ポイントと、今回はヒルトンアメックスのクレジットカードの無料宿泊特典でね、こちら利用させていただいておりますので、手持ちなしでね、特にねお金払うことなくね利用させていただいております。いやーすごいですね。はい、ここ使えるってのは本当にすごいですね。このモルジブっていうのは基本的にホテル代がねもともと高いんですよね、設定が。でさらに、まあ、ボートの、ね、往復の料金は、まあ、これは別途かかってくるわけなんですけども、まあ、それだけ支払えばですね、まあ、基本的にはね利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、ちょっとね島なんでね食事等々に、まあ、全てお金がかかってくる部分はねあるんですけども、あ、ちょっと1個ね言い忘れました。ダイヤモンドステータスの方は朝食無料になります。ですので、昼食と夕食だけね必要っていうふうになります。朝食はねいつも通りねステータス特典で無料になるっていった形になります。そんな感じですかね。はい、でこの客室もですね、だいたい今日の価格で今ちょっと調べてみたんですけども、だいたい15万円ぐらいですね。高いあれ、もうちょっと安かった覚えがあるんですけど、今ね円安、私がねもともと予約してた時よりもさらに今円安になってるんで、ちょっと日本の円の価値が下がったことによってちょっとね価格が上がってる感じになりますけども、一泊こと今日の価格で15万ですね。高いですね。はい、2泊なんでだいたい30万ぐらいですかね。これがポイントと無料宿泊特典でね利用することができているっていうふうになりますんで、これはねかなりいいですね。はい、またねこちらヒルトンホテルっていう風になりますんで、まあ、ちょっと前にあったねヒルトンアメックスのキャンペーンのね無料宿泊特典ビーマウバウチャーでもらえるね特典もこのホテルね利用することができますので、いやいいですね。はい、ということでこちらに2泊お世話になります。ね正直今日ねあんまり気温高くないんですよ。ですんでプールはね入ったら多分寒いと思います今日ね残念ながらね晴れてないんですよね。めちゃめちゃ曇っているっていう感じで、時折雨みたいな、でさっきは結構強めに雨降ってましたんで、まあ、今日はねホテルでゆっくりねさせていただこうかなと思います。いやーめちゃくちゃいいですね。で今ね、2時5分ということで16時からですね、このシップっていうところでハッピーアワーみたいなのがね行われますので、ちょっとこちらね見に行きたいと思います。ということでせっかくね、ウェルカムシャンパンで、ね、いただきましたんで開けていきましょう。すげえ量だなこれフルボトルもらえるとはすごいですね。なんかね氷入ってて氷溶けちゃうのも、ね、またお願いするのも悪いんで、まあ、軽く飲みましょう。まあ一口だけでもね冷たいうちに、まあ、この開封もねお見せできればなと思いまして、ちょっとシャンパンとか実は買ったことないかもしれない。はい、開きました。多分ポンっていくやつですよね。
シャンパンですから。あ、そのままポンっていく感じ。びっくりした。てかめちゃくちゃ天井高いから当たらずに済みましたね。ということでいただきましょう。どうでしょうか。はい、ということでいただきましょう。海を眺めながらシャンパンは美味しいですね。うん、これもちゃんとしたフランスのシャンパンですからね。スパークリングワインじゃない、すごいですね。これをウェルカムギフトで配ってるっていうのはね、すごいですよね。ということで、あとね30分ぐらいでしたっけね、ハッピーアワーがねあるそうなんで、それはちょっとね皆さんにお見せしたいなと思います。ということで今ね仕事サクサクしてるんですけども、 Wi-Fi がねそんなに速くなくて、今仕事してちょうどねアップロードしようかなと思ったんですけども、なかなかねできそうもないんで、まあしばらくほっといてね、まあ、アップロードしていこうかなっていう感じですね。はい、もうちょっとね外の気温が高ければね、ちょっとそのままザブンと行きたいところなんですけども、寒いです外まあ寒いっていうか、まあかちょっと肌寒い感じですね。今風も強いですし、雨も降っていますし、まあ、プールはまあ温水じゃないんでね、普通の水のプールなんでね、はい、ちょっと足つけたんですけど、あ冷たいみたいな感じなんで、まあ、ちょっと入るのは厳しそうですね。はい、ということであと30分ぐらいしたらねハッピーアワーね、行きたいと思います。では夕方の4時ちょっと過ぎました。迎えに来てくれるお姉さんと連絡、レセプションデスクとかにでも電話したんですけど、携帯でやり取りするみたいな感じで、アカウントがね私ツイッターしか持ってなくて、こっちの方はねパッツアップとかバイバーとかそういうのを基本利用してるみたいで、ちょ私持ってなかったんでね、ツイッターでやり取りしましょうみたいな感じで、だから直でやり取りするみたいな感じなんですよ。まあそれでも別に私としては全然いいんですけど、結局連絡は全然取れなくて、まあいい機会だなと思ってちょっと歩いて散策してます。はい、でも景色はめちゃくちゃいいですよ。ビーチバレーができたりいろいろあったりね、ジムとかもありますし、はい、こんな感じで、そうそう、プールもあるし、あとフィットネスとかもありますし、スパもあるという感じですね。だからもうほとんどねこの島に集客されてるみたいな。お医者さんもいるんですよここに。だからもしなんか体調不良とかあったらもちろん利用していただけますし、帰る時にねPCR 検査とかね今必要な場合がね、まあ、もし日本に帰るんだったらあると思うんですけども、まあ、そういうのをねやってくれると。はい、到着しました。ここはスパとフィットネスとサロン、あとビーチビラ、あとハビットタットということで、こっちねキッズクラブもあるんですよ。だからね今度次回来る時はね、はい、子供連れてきたいと思います。あ、Thank you。 あ、ということで、SHIP っていうねレストランに来ました。今ね途中で私の担当してくれるね方が私のメッセージに気づいてバギーを走らせてくれて、途中で拾っていただけました。今ね注文いたしまして、まあメニューがねいただけるんで、メニューに載っているものは全てね無料で利用することができるそうなんですけども、まあ、珍しくねビールは無料じゃないみたいですね。はい、これちょっとびっくりしました。ビールありますかって言ったらビールは有料みたいです。で今ねこの SHIP っていうねレストラン会場にいるんですけども、こんな感じになってます。はい、まあご承知の通りですね、天気が悪いのでこっち側はね、でも画像だと結構綺麗に見えるかもしれないですけど、このねお店の外にちゃんとビニールがされて雨が当たらないようにねしていただいてますね。でもこの波の音はね聞こえてるかなと思うんですけども、やはり天気が悪いということでめちゃくちゃすごいですね。ということなんで、まあ一杯いただいてね行きたいなと思います。すごいね奥でね生演奏とかもね行ってるんでめちゃくちゃいいですね。ちょっとここ全部こう行くかもしれないですね。いやーでも気持ちいいですね。ちょっとハーパンに履き替えて B さんみたいなのでこっちに来たんでちょうどいいですね。はい、それはねちょっとドリンクが来るまでちょっと待ちたいと思います。ということで来ました。こちらねちょっとごめんなさい、何言ってるか分からなかったんで私はちょっと読み聞き取れなかったんですけど、まあチップスと、はい、ということでせっかくなんでねいただきたいと思います。雨ということで GoPro で失礼してますけども、ではいただきましょう。
ウイスキーコークにしました。あー美味しい。ではいただきます。ほらこっちのチップスなんですかね。うん、日本でいうドンタコスみたいな感じですね。結構辛いですけど美味しいです。でこっちはねちょっとお肉っぽい感じですね。こう見た目がお肉なだけで実はお野菜のチップスかもしれないです。お野菜ですね、うん、美味しいです。でもなんか食べたら分かりそうなもんですけど食べても全然分かんないですでも美味しいです。まあこんなところでしょうかね、うん、いやこれ無料で、ね、利用できるみたいなんでヒートのダイヤモンドメンバーの方はかなり楽しめるのではないでしょうか。それでは今ねホテルのレセプションデスクに来ております。これがホテルのレセプションですよ。やばくないですか。めちゃめちゃやっぱりモルディブっていう感じがして、どうでしょうか皆さんのご想像通りになっておりますかね。ちょっと私はここがレセプションデスクって聞いてすげーと思ったんですけども、どうでしょうか。やっぱりこうリゾート感があっていいですね。いやーすごいですよね。はい、ということでハッピーアワーもね、無事体験できましたので客室の方にね戻りたいと思います。おはようございます。ちょっとねハッピーアワーから客室に戻って仕事の仕上げをねしながらね寝てましたね。ということで今ね深夜の2時ぐらいになっております。これからお風呂に入って休みたいと思います。ああ、しみる。まあ、モルディブはどこもそうなのかもしれないですけど、これね、お湯をマックスに温度を上げて入れるじゃないですか。最初はね、非常に熱いお湯が出るんですけど、どん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 ぬるくなってって、本当に体感だともうぬるま湯以下ぐらいしかね、出なくなります。多分これお湯を多分あれなんでしょうね、備蓄みたいなしてそれを出してなくなったら備蓄してみたいな、それを繰り返してるっぽいですね。ですんですすぐ一人の方がお風呂入ってでお湯抜いてまた新しい方次の方がお風呂入るみたいなことをすると多分時間を置かないとね熱いお湯出ないと思いますんで気をつけてください。今ねずっと熱いの入れて途中でお水に切り替えようと思ったら最後の方、最初はすごい暑かったんですけど途中からねぬるま湯になりましたね。ちゃんと枕とかもねお風呂についてて、いやーこれはいいですね。気持ちがいいです。ちょっとねお風呂でゆっくりしてから上がりたいと思います。ということで今日のところはですねこんな感じで休みたいなと思います。明日晴れるといいな。まあ予報ではね大雨なんですけどいやー残念ですね。このモルディブっていうのは本当に天気に左右されちゃいますね。まあこればっかりはねどうしようもないので、まあ明日ね雨が降ったらですねちょっと気合で、まあ、1回ぐらいは入りたいと思うんですけども、まあ、天気っていうよりかは気温がね上がってくれるとねありがたいですよね。まあひとまず今日のところはね休みたいなと思います。ということでおやすみなさい。I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray どうもおはようございます。今ね朝の9時8分ということでこれからね朝食食べに行きたいと思います。朝食会場ね、また別にね多分昨日のところかな、いやまた違うところかもしれないですね。はい、そこまでねバギーに乗っていくっていう風になりますんで、今からねお姉さんを呼んでいきたいと思います。で館内にはですね昨日ちょっとねお見せしてなかったですけどもこんな感じのね紙が置いてありまして、これ開いて見開くにしておくと館内マップっていう風になっておりますので、まあ、これ見ながらね行動していただくのがね、まあ、分かりやすいのではないのかなと思います。まあ、この島にはですねスパとか買い物できる、ブランドショップみたいなのも一部あるみたいだし、あとプールとかビーチとかねまた別にあるみたいなので利用されたい方はですねこれ見ながら行動するのがね分かりやすいと思います。で今日のねモルディブのお天気見ましょうか。土砂降りです。まあまあないい降りですね
今日に関してはあれですね、あのプールに入ろうと思わないぐらい涼しいんで残念ですね。はい、ということで海の色はねめちゃくちゃ綺麗なんですけども、モルディビは雨季なんですよね。ですんで今週とかね、はい、全部雨です。多分晴れてプール入れる日、まあ、晴れてね日差しの下でプール入る海入るっていうのはねこの時期はちょっと難しいかもしれないですね。はい、ですんで8月の夏休みとか7月の夏休みとかはどうなんだろうっていうところですね。8月はもしかしたらもっと晴れる日があるのかもしれないですけども、私が来ているこの7月の下旬はねほとんどが雨という感じですね。で今日に関してはですねフルボードっていうのを注文しました。このフルボードっていうのとハーフボードっていうのが分かれておりまして、フルボードにすると朝食昼食夕食、まあ、この3回ね食べれます。まあ、朝食に関してはねダイヤモンドであの生活特典でねあのいただける部分ではあるんですけども、まあ、昼食と夕食ねあのそれぞれねあの入っておりませんので、まあ、このフルボードにすると昼食と夕食はね楽しむことができます。これねドリンクは別なんですよね。夕食だから、まあ、食事だけいただけるっていった形になります。でハーフボードっていうのは朝食と夕食だったかな。はい、それでねそれぞれハーフボードは100ドルでフルボードだと150ドルということで、これも結構ね良心的な値段だと思うんですけども、あの1日と半日みたいな感じで料金設定は分かれてるんですけども、これもねモルジブでは結構いい方の値段だと思います。あのマリオットとかだともっと高いかったイメージがあるんで、まあそんな感じで、まあ、今回ねあのフルボードを注文して、まあ、皆さんにねあのお見せできればなと思います。ですねサービス料入れたらいくらだったか168ドルだったかな、確かそのぐらいだったと思いますので、まあ、それでね1日ホテルで食事できるんであれば、まあ日本円で、まあ、今のレートはちょっと悪いですね、2万円ぐらいかかっちゃうと思うんですけども、まあ、もうちょっとね円安がね戻ればもうちょっと安くねあの食事できるかなっていうところなんですけども、まあこれをね今回注文させていただきました。ということでひとまずね朝食行きたいと思います。ではお姉さん呼んでいきましょう。Good morning. Good morning. Oh, very good. こんな感じでバギーに乗せて朝食街道に連れてってもらいます。いやー雨でもね景色は美しいんでね、この感じですね、この感じどうでしょうか。いやめちゃくちゃ綺麗ですね天気が。いや本当にねさっきまでもうちょっと暖かった気がするんですけど結構コロコロ変わります。夜中とかめちゃくちゃ風強かったですね。 Thank you. Good morning. Thank you. Good morningThank you. Thank you. あ、結構いらっしゃるんですね。あ、結構。あ、思ったより滞在されてる方いらっしゃいますね。あ、よかったよかった。日本人の方いらっしゃらなそうですけども。あ。では見ていきましょう。ここら辺にはシリアルですね。あとうわすげえキッコーマン日本の醤油がありますね。なんであるんだろう、なんで。Thank you. ああシューマイとシューマイベジパン、ああチキンバン、ああ Thank you.Thank you. Here we have soup. あ、チキンスープとヌードルスープがいただけるみたいですね。いや、これは嬉しい。もう日本食にもうね、かなり飢えておりますんで。いや、種類めちゃくちゃ豊富ですね。こちら辺はパンとか甘そうなブレッド、いや美味しそうですね。いや美味しそうです。いやいいですね。これは何なの、揚げ物だったりナンみたいなのもあります。あとGood morning. Good morning.
ちょっと風が強いんでね、もしかしたら風切りめっちゃ入ってるかもしれないです。でヨーグルト、これは何だろう、ブルーベリーと、ちょっと全部が全部種類が分かりませんが、あとチーズですね。チーズとこのブドウは一緒に食べるのは結構あれなんですかね、いろんなとこで見かけます。でこちらが何だろう、これちょっと何か分かんないけどジュース。でこちらハムとサーモンですね。あとこちらら辺にソーセージ、チキンソーセージ、ビーフソーセージ、あとベーコン、ベーコン、これは何でしょう、マッシュポテトですかね。ベジタブルスープ、あ、美味しそう、どれも。いやもうちょっと分かんない、おからかなこれ、おからとかあるのかなでここに何だろうな、これはスープ、あとスープっていう感じです。グマリン、センキュー。でこっちにこれは牛、あ、スムージーがね、グマリン。あとこれ何、これ、これちょっと分かんないな、まあ、フルーツジュース等々がある感じですね。あとこれはレモンティーみたいな感じですかね、ちょっと分からないということで取ってまいりました。席に着くとですね、コーヒーか紅茶をね、持ってきていただきます。私はねコーヒーにいたしました。でここの朝食会場なんですけども、モルディブは普通なのか分かんないですけども、見てください、チャーハンだったりシューマイとかね、シューマイじゃない、肉まんとかね、こういったものがねあるんですよ。で日本のねソイソース、まあ醤油ですね、醤油とかも置いてあって、もう完全に今日はねここら辺でねお腹を満たそうかなと思っております。でね、なんとスパークリングワイン朝から無料です。だから朝からもうベロンベリになれると。あとねチキンヌードルスープも頼みました。多分これはおかわりするかもしれないですねいやもう日本食に飢えてまして、はい、ということでね、まあ、ひとまずねいただきましょう。あの店員さんすごいね優しいんで、全部1から10までどんどん説明してくれるんでありがたいですね。ということでいただきましょう。これはあんまんなんだ、はい、あんまんです。これちょっと後で食べた方が良かったかも。うん、あ、でも美味しい。あとこれ、これはポークって言ってたと思うんだけど、昨日は聞き間違えてたらすいません。これは豚まんだと思います。うん、あ、うん、これは豚まんですね。日本の味とここまで変わらないですけど、ちょっと薄いですね。うん、あんまり本来つけないですけど、ちょっと醤油つけちゃう。店員さんが来たんで何かなと思ったらあれですね、このタイミングでお部屋の確認が入るですねびっくりしました。いや醤油美味しいですわ。であとねチャーハンがありましたね、はい、いただきます。うん、美味しいです。まあ、日本食っていうか、まあ完全に中華ですけどね。うん、いやもう日本の醤油があるのはいいですね。あとチキンヌードルスープ、いや、いただきます。あ、ヌードルもまたちゃんとしたこういう卵麺っていう感じですかね。いただきます。これ多分ね、これ多分2杯目いきますねこれめちゃくちゃ美味しい。日本のカップヌードルにね近いような味ですけども、非常に美味しいです。ということで、もう結構ね種類あるんですけども、今日はここら辺食べてねお腹いっぱいにしようかなと思います。あ、でもあとヨーグルトとかありましたね、はい、もう一回やりましょうかせっかくすごい品揃えなんでね、はい、ということでこれ食べたらもう一回ちょっとね取り入っていきたいと思います。やっぱりねシャンパンも飲んどかないとあれですね。ということで2週目と思ったんですけども、かなりお腹いっぱいになってきましたので、センキュー、ヨーグルトだけいただいてまいりました、はい、ブルーベリーヨーグルトだと思います。すごいソースがたっぷり、うん、
もうヨーグルトの味がしないぐらいソースが多いじゃん。まあ個人的にはあのソースたっぷり大好きなんで全然 OK です。これいただいて、あとはコーヒーとシャンパンいただいてホテルに戻りましょうか、客室か、戻りましょうかね。ということで朝食会場を後にしました。なんと雨止みましたね。まあちょっとこの昨日からいて分かるんですけど、天気がかなり変わりやすいんで、この今ちょっと暖かくなってきましたね、はい、肌寒さはちょっと感じないぐらいですかね。まあもう全く動いてないんでね、客室までお散歩していきたいと思います。朝食めちゃくちゃ美味しかったですね。でもあんだけ種類があったのにサラダはないんですね。生野菜みたいなの一切、まあ、生野菜もゆで野菜もそうですけど一切なかったですね。でこういった感じでね、これ多分フットサル場だと思うんですけど、あと奥にねバスケットコートとかもねあるんですよね。ですんで本当にいろんな方が荒れてくる感じですね、うん、セレブとかも来そうですね。美男美女のカップルもねすごいたくさんいますてか一人で来てるの多分私だけですね、うん、店員さんがこの人一人かなみたいな感じの結構見受けますまあこう、まあ、まあなかなか来ないですよね。ということでちょっとテクテク歩いて客室に戻りたいと思います。それでは入ります。おっ、冷て、入る人いないんじゃないですかね。めちゃくちゃ冷たいですね。まあでもせっかくなんで入りますか。うわっ、すごっ、わあ、あーあー冷たい。あーでも気持ちいい。あこんな感じになってるんだ。いやこれ本当に暑かったらめちゃくちゃ気持ちいいですね。あもう体をね全部入れたくないぐらいね寒いです今ですんでちょっとねここで、まあ、ここプールなんでね、はい、ちょっと海の方に行きましょう。でも一回使ったらちょっと気合が入りましたね、はい、ということで海に行きましょう。ということで海に来ました。まあ海に来ましたっていうか、まあそこでここなんですけど、ちょっとどんな感じなんですかね。あの足が届くかどうかもよくわかんないけど、でもそんなにねあれじゃないんで、そんなに、あったかいあこれそういうことですね。はい、そういうことです。どのぐらいの深さなんだろう。でもね海水の方があったかいですわ。うん、でも誰もね多分プールでみんな寒いの分かってるからあんまり入りたがんないのかな。誰も入ってないですね。うん、あでも向こうの方入ってる人いますね。入ってる、いやあれは修理してるなすいません。いやでも海水の方がね全然いいですね。あったかいです。足つかないわ足つかないですね。あそうなんだ、めちゃくちゃ深いんですねここ。一応飛び込めたってことにはなってますけども、深いことは深いんだ。へえ、あ私でやっと足つくかつかないかぐらいですね。あでも皆さんにねちょっとこのモルディブの海のね映像を見せたいんで、ちょっとカメラ入れちゃいましょう。一応 GoPro なんで大丈夫だと思います。いかがだったでしょうか。いやかなり綺麗なんじゃないでしょうか。水見てくださいよ。もしお魚がいたらね一発でわかるぐらいの透き通った水ですね。ではそろそろ上がりたいと思います。海水はちょっとあったかったですけど、やっぱりあの外に出ると寒いですね。かなり肌寒いです。いやこれねプールで入りたかったな。まあこればっかりはもうどうしようもないですけどね。いやまさかねプールの水はこんな冷たいのに海の水はこんなあったかいとはね思いませんでしたね。でもこれが24時間使えるっていうのはいいですね。
ということで時刻はね今3時になりましたので、フルボードの、ランチね、行きたいと思います、レストランでね利用することができるということで今ねあのバギーの方を頼みましたんで外でね、待ちたいと思います。もう来てるかもしれないですね。なんとかねこの2日目の今3時ぐらいなんですけど先ほどからねちょっと日が出てましてどうでしょうか。いやーめちゃくちゃ綺麗ですね。ということで到着しました。あ、こっちはプールがあるところですね。あーみんな遊んでる。ハロー。そこで外でお願いしました。はい、見てください。これがプールエリアですね。レストランとプールがくっついてるみたいな。あ、今ね店員さんがあのクッションをね引いてくれます。多分雨降ってたんで回収してたんだと思いますね。はい、で、まあ、プールを楽しみながら、まあ、食事できたりお酒飲んだりすることができると。でその先にはビーチということでめちゃくちゃ最高ですね。ここはいやいいな。いやそれにしても暑いですね。ちょっとね Thank you。 ちょっと音楽がガンガンだったんで外の席にしました。できれば内側あの店内の方はね利用しやすかったんですけどもなんとか大丈夫そうですかね。あ冷たい。今ね席に座ったらこういったねクッションを今セットしてくれてました。いや冷たい。このタオルめちゃくちゃ気持ちいい。多分風切り音大丈夫だと思うんですけどもボーボー入ってたら申し訳ないです。あ、Thank you。 あ、ハンバーガーがありますね。ちょっとね映んないと思うんですけどこういったね感じのメニューから選ぶことができます。あ、ピザとかハンバーガーとかサラダローストチキン、 あとデザートクラシックコンフォーチンローストチキンとか入ってますね。寿司とかもいけるのかな。寿司がいいですね。ダイナマイトロールってのはダイナマイトロールって何ですかね。気になりますけどちょっと怖いですね。天ぷらロールもあるんだ、スパイシーツナ巻き。まあでもちょっと寿司行ってみます。聞いてみましょうか。ということでスパイシーツナ巻きっていうね、ツナのあマグロのお寿司ですね注文してあとねサンデー頼みました。これデザート、まあ、どれぐらい大きいか分かんないんで食べきれるか分かんないんですけどはい。まあそれでいいかなということで注文いたしました。いやでも天気良くなって良かったですわ。まあこれがいいって言っていいのか分かんないですけども初めてこのモルジブであの日の光をね軽く感じてるんでめちゃくちゃいいですね。ということでいただきましょう。いや非常に美味しそうですね。入ってるのはツナとこれは何だ枝豆とあとスパイシー、これは七味みたいなのがかかってる感じですかね。いやめちゃくちゃ美味しそうですけど日本とはまた違いますよね。そのスパイシーって言ってる時点でまた違いますもんね。じゃあちょっと最初はそのまま行ってみましょうか。醤油なしで。うんうん、これ日本の巻き寿司とは全然違いますけどもこれはこれでめちゃくちゃ美味しいですね。うん、あ辛い思ったより。いやいいですね。これ醤油つけたらどんなテイストになるの。うん、こう醤油つけたらね思いっきり日本の海苔巻きにあの味がよりますね。まあ当たり前ですけどわさびをつけていただきます。あの日本のわさびよりかはだいぶ辛みとかはないですけどもでもちょっとほんのり味がしていいですね。いやでもお昼がねこんなもんで良かったですね。あのこのフルボードを頼むと朝食と昼食と夕食もあるんで今日8時からねまた夕食も控えてますんでいやこのぐらいでちょうど良かったと思います。美味しい。サンデーがねちょっとあの大きいサンデーみたいなんでそれがちょっとビビってますけどでもこの食事としてはこれでめちゃくちゃ十分ですね、はい、でガリもねついてくるんです。ガリ、うん、これはもう日本にあるガリと何にも変わんないですね。美味しい。ということでデザート待ちましょう。ということであのね天気はやばそうなんで帰りましょう。なんかね私のデザート注文は入ってなかったっぽいですね。ちょっといくら待ってもねあの注文が来なかったんでもうちょっと店員さんに言うのもあれなんで諦めて帰ってまいりました。ちょっとねこれはちょっと失敗したかもしれないですね。いやこのモルディブっていうのは本当に天気の変わりが本当に激しいんですね。さっきまで結構暖かくて日差しもねちょっと出たんですけども今はねもうまた肌寒くなってきましたすげえ本当に。
あ、よかったよかった。ホテルの客室から結構近いんだ。いやこの時期は本当にあれですね、ホテル移動の時は傘持っとかないとやばいですね。はい、あ、ちょっとビーチ行きたかったんですけど、もう無理そうですね。もうこれはもう本当に嵐の前の静けさとしか思えないですね。すげえ風、うわーやばいやばいやばい。ちょっと一旦カメラ止めます。それでは客室に、ね、戻ってきたんですけども、プールのお水がね今日結構日出てたんで暖くなってますね。昨日からこのぐらい暖かったらここでちょっとね楽しく遊べたかもしれないですけども、今日はいいですね。いやいいです。しばらくプールで遊びたいと思います。ということで時刻はね5時半ぐらいなんですけども、まあ、せっかくね、モルディブ来ておりますんで、ちょっと先ほどちょっと音がね悪いかもしれないです。今 GoPro のねメディアモジュラーの音なんで、ボーボー入ってたら申し訳ないんですけども、まあ、せっかくモルディブ来たんで、まあ、先ほど言った通りね私海怖いんですよ、溺れた経験があって。ですんでちょっと浅瀬があると、申し訳ない、浅瀬があるところにちょっと行きたいと思います。波打ち際にね、はい、でGoPro で来てますんで、まあ、一緒に持って入ってでも大丈夫かなという感じで行きたいと思います。いやさっきね一回嵐になりましたんで波がめちゃくちゃ高くなりましたね。でも水温は多分あったかいんじゃないかなと思います。どうですかこのモルジブの、いやでも本当にね透き通る青っていうのはこういうことなんですね。はい、綺麗すぎますよこれ。ハロー。もう店員さんがね優しすぎて、もう皆さん挨拶してくれるんですよ、すれ違うと。まあ多分決まってるんでしょうけど、でも嬉しいもんですね。うん、ちょっと申し訳ないまでありますね。はい、そんなに言わなくてもいいよって思うぐらいね、みんな手をこう、多分あれもなんかあるんでしょうけども、はい、皆さんねそういった感じで対応していただけるんで非常にありがたいですね。はい、どうでしょうか。いいですね、波高い怖い。いや本当にモルシブ来んなって感じですよね。いやでも気持ちいいですね。いかがでしょうか。いやすごいですね、波が高くなってて結構怖いです。このねちっちゃい小石みたいなのがねあるところなんで、これサンダルなしはちょっと厳しいな。いかがだったでしょうか。客室帰りましょう、めちゃくちゃ寒い。ということで時刻はね午後7時50分になりました。8時からねレストラン、フルボードのディナーですね、予約しておりますのでこちらね行きたいと思います。なんかねお昼のあのランチの時のデザートはなんかね注文が漏れてたみたいで後でね謝られました。まあ別にいいですよね。ちょっともう雲行きがね怪しくなってきたんで帰ろうと思って帰ったんで、まあここはもうしょうがないですかね。ということでもうそろそろねお迎えがね来ると思いますので、そちらに乗ってディナーの方ね行きたいと思います。それでは夜のもヒュルとモルジブを滑走しながら行きましょう。どうでしょうか、綺麗に映ってますかね。ちょっとね今止んでおりますんで一眼で来ましたけども、雨が降ったらね走って帰りますんで。いやでもめちゃくちゃ綺麗ですねこうやって見ると。反対側からもファギーが来たりするんで、ここはレストラン会場ですね、オリジンっていう
レストランがいる。ということでレストランに着きました。非常にね雰囲気がいい。こんな感じで、あの雨がね多分なければ多分あっちもね案内してると思うんですけど、今日はね先ほども一回ねめちゃくちゃ大雨降りましたんで、はい、多分ね室内しか案内してない感じですね、はい、っていう感じになります。ということで席に着くとねこういった感じのね iPad ちょっと画像を出しておきますけども、こういった感じでねあのメニューがいただけますので、まあ、ここからね選んで、まあ、このアペタイザーから1個選んで、メインから1個選んで、デザートから1個選んでみたいな、で下のものはエクストラチャージ、まあ追加料金がかかりますよっていうねシステムになっております。ですので、まあ、今回はねフルボードでね、$168、まあ、大体2万円くらい払ってますんで、まあいいかなということで、まあ、エクストラチャージかかんないものをね注文でおすすめをねあの制作させていただきましたっていう感じになります。で今ねあのスパークリングウォーター、まあ、炭酸水ですね、まあ、これちょっとお金かかるか分かんないんですけど多分大丈夫あのね英語はねある程度聞きやすいんですけども、でもねあの一気にバーって言われるとさすがに、ね、私の英語力じゃない全然理解できないので、まあ、ひとまず、まあ、こんな感じで適当にあの店員さんのおすすめでねいただきたいと思います。ちょっとね風が強いんでちょっと食らってるかもしれないですね、風切り音が。その点はねちょっと申し訳ない限りです。もうね窓も全部バンって開いてますしね、はい、飛び込めば海なんでね、はい、ということでちょっとね注文していきたいと思います。それではちょっとごめんなさい何か分かんないですお刺身っぽいですけども、はい、いただきましょう。あとねパンとロブスターバターとシーバターって言ってました。ちょっとシーバターは何なのかちょっと分かんないですね。ということでいただきましょう。多分タイだと思うんだけど違うのかな。うん、これはタイではないですね。ちょっとねちょっと生臭みがありますけども美味しいです。ちょっとね何か分かんないな。ほらマッシュルーム非常に美味しそうですね。こちらはねマッシュルームを揚げたやつで、あとマヨネーズとトマトソースみたいなそんな感じですね。ではねいただきましょう。いただきます。これうまいですね。マッシュルームに揚げたやつにマヨネーズと本当にトマトソースが一緒になっているみたいな感じで非常に美味しい。うん、あこれうまいですわ。ちょっとこのパンも一緒にね、はい、いただけましたね。いただきましょう。シーバターっていうちょっと分かんないバターを塗って、うん、これは牡蠣のバターですね多分。牡蠣の味がします。もしくは私の舌がぶっ壊れてるかどっちかですね。でもめちゃくちゃうまいです。これ多分デザートですよね、はい、ちょっとわかんない。さっきのマッシュルームがリーディ、まあ、とりあえずいただきましょう。いやでもデザートはねチョコレートって言ってたのでこれはデザートじゃないですねいただきます。甘い。普通にブドウのアイスですね。これ口直しかもしれないですね、うん、もしかこれで終わりか。いやでもねデザートはチョコレートって言ってたんで多分違うと思います。あめちゃめちゃ美味しい。結構さっぱりしたブドウのアイスなんで、うん、ブドウとなんていうの下はカルピスみたいなそんな感じのね味のデザートです。この感じからすると多分これはお口直し的なねたまにありますよね。ではメインが到着しました。すごい美味しそう。リディームフィッシュって言ってました。ちょっと何のお魚かはわからないですけども非常に美味しそうですね。温かい鉄板まで、あ鉄板じゃない、あのお皿まで温かいんでね温かいうちにいただきましょう。これもね店員さんのおすすめだったのでもう店員さんのおすすめ通りにちょっとチョイスしてみました。ではいただきます。うん、結構ねスパイシーなお味ですね。マヨネーズベースっぽい味で非常に美味しいですね、はい、あこれは美味しい、うん、日本人の方にもね合うと思います。あと付け合わせはチャイって言ってた気がするけどこのあのお野菜みたいなね、うん、これはね大満足です。めちゃくちゃ美味しい。こちらも日本でいうチンゲン菜みたいなそんな味わいですかね。ソースがスパイシーなんで後からちょっと辛いのがねガツンときますね。辛いの苦手な方はちょっとやめた方がいいかもしれないですね、はい、こんなところでしょうか。非常にね美味しいですね。それではねデザートが来ました。
チョコレートでこのポチポチついてるのが、マンゴーピューレでチョコレートで、あ、じゃあキャラメルでチョコレートのケーキっていう感じですね。はい、めちゃくちゃ美味しそうですね。いただきましょう。どうやって食べるのが正解なのか。よいしょ。はい、いただきます。うん、日本であるガトーショコラの下にチョコクッキーみたいなのがくっついてる感じですね。うん、うん、これ濃厚でめちゃくちゃうまいです。はい、あ、これ美味しいですね。うん、これも店員さんのおすすめということで注文いたしましたけども、非常に美味しいです。いや、これディナーめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。ということで、あとはね、ゆっくりいただいて、客室の方にね帰りたいと思います。ということで、ディナーを済ませ客室に戻る途中でございます。いやー、いいですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。皆さんの目にも綺麗に映っておりますでしょうか。ちょっと風だけね、申し訳ないですけども、はい、夜のモルジブ、昼とモルジブはこんな感じです。いやー、やばいですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。今私がディナーしてたのはここのレストランですね。オリジンっていうレストランです。まあ、このレストランもね、なんか選べるみたいなので、まあ、私はね、店員さんのおすすめを利用させていただきましたけども、まあ、ご自身でね、見て決めていただくのもね、いいんじゃないかなと思います。では客室の方に帰りましょう。いやー、めちゃくちゃ幻想的ですね。これは本当にいやー、あの、もうちょっとね、私今ね、空晴れてるんですけど、モルジブってもうちょっと星がね見えるのかななんていう風に思ってたんですけども、ちょっとカメラ上向けてみましょうか。はい、こんな感じでね、残念ながら星はね見られない感じですね。ちょっと星空もね期待してたんですけども、まあ雲が多いんでね、もしかしたら薄い雲が張ってんのかもしれないですね。いやー、どうでしょうか。いやー、もう一泊したかったな、本当に。いや、今日ね、ちょっとどうにかあと一泊できないかね、模索してたんですけども、このモルジブからね、次またシンガポールに戻るんですけど、まだこのシンガポールにね行く便っていうのもね、なかなかあれで厳しいもので、残念ながらね、明日チェックアウトしかね、できなかったっていう感じですね。しかも明日ね、朝早いボートで空港行って飛行機乗ってっていう感じなんで、もうね、楽しめるのは今日が最後っていう感じですね。ということで、客室に戻って、もうね、お風呂入ったんですけど、一応ね、レストランに行くということで髪の毛だけセットしただけなんで、はい、客室に戻ってゆっくりいたしましょうかね。いや、どうでしょうか。これがヒルトンモルジブです。いや、めちゃくちゃ良かったですね、本当に。はい、ということで、ちょっととことこ歩きながら客室戻りたいと思います。いや、だから他のね、客室もちょっとね、泊まってみたくなりますよね。はい、今回水上ビラっていうところでね、宿泊しましたけど、多分他のとこだともっとね、お値段が高かったりすると思うんですよね。はい、よいしょ。と言ってたら客室に戻ってまいりました。じゃあ最後に夜のプールでも見ましょうか。ちょっと暗くてなかなかですね、プールがうっすら見えるぐらいで、はい、奥の方の島のね、光が若干見えますかね。ということで、夜もね遅くなって、今はね夜の10時半ぐらいになりました。ということで、今回ですね、ヒルトンモルディブ2泊ねさせていただいたわけなんですけども、明日の朝ね早い出発ということで、先ほどね最終決済ね、取りに行っていいですかということで連絡が来ましたので、いいですよということで、最終決済ねさせていただきました。まあ、このねヒルトンモルディブ、まあこのモルディブのホテルはね全てそうなんですけども、ホテル代とは別にですね、このボート代っていうのがかかるんですよね。で、また食事代がね別にかかるっていうふうになっておりまして、まあ、私はねマレ空港からこのヒルトンホテルまでですね、ボートで移動したこの往復の費用と、まあ、今回ね
フルボードっていうのを今日一日ね利用させていただきましたよね、朝食、ランチ、ディナーということで、まあ、この3食で、まあ、180ドルぐらいですね、チップとか込みでそのぐらいかかるんですけども、まあ、今回こちらを利用させていただいたっていった感じになります。で全部の合計が先ほど来まして、全部でね576ドル、かかりました。こちらホテル代とは別にねかかったっていう風になりますんで、まあ、今のねドル円のレートだと多分7万円ぐらい、もっといくかな、7万5000円ぐらいいっちゃうかな、ちょっとちゃんと見てないですけど多分そのぐらいまでね行くと思います。いやー高いですね、うん、今ちょっとね円安の影響がねかなり来ておりますので、まあ、しょうがない部分はあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった形になりました。まあ、今回ね、まあ、まだねできたばっかりということで泊まってみたいなというふうに思っておりまして、今回ね泊まらせていただきましたので、まあ、個人的にはね結構大満足の滞在となりました。まあ、ラウンジはね利用できないんですけども、まあ、ハッピーアワーもありますし、朝食も利用することができますし、またねプール海、かなりね楽しむことができますし、この客室もねスタンダードルームで一番あのポイントでね取れる一番安いところでもこれだけね素晴らしい客室がね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これがね、まあ、今回7万5000円、まあ、もうちょっとねドル円のレートが良ければ多分6万円ぐらいでいけるんじゃないかななんていう風に思いますので、まあねそう考えればね結構いいのではないのかなと思います。ということで今回ね、一人で来ましたので、次回はねちょっともう何回も言ってると思うんですけども、ここはねちょっと今度ね家族で来たいですね。本当に非日常を味わうという意味ではね本当にいい感じですね。で明日の朝ね、私ホテルを6時半ぐらいに出なきゃいけないですよね。で、6時半に出るわけなんですけども、朝食本来はねいただけないんですけども、あの朝食ね部屋に運んでくれるっていうことで特別対応みたいな感じでね、いただきましたので本当にありがたい限りですね。しかもこれ無料でねやってくれるっていう話ですので、それはまた本当にありがたいですよね。ということで明日の朝ね朝食いただいてねチェックアウトしていきたいなと思います。ということで今日のところはですね、ちょっと軽くシャワー浴びてね、髪の毛ちょっとまだワックスついてるんで、はい、シャワー浴びて休みたいと思います。いやヒルトンモルジブね本当にめちゃくちゃ良かったですね。ぜひねあのヒルトンホテルポイント貯めている方、ビーバーマイチャー持たれている方、私みたいにね無料宿泊特典ね持ってる方ね、ぜひこちらでねちょっとね往復のボード代等々かかってしまうのはねありますけども、ぜひ利用してみていただければなと思います。ということで今日のところはこんな感じで休みたいと思います。それではまた明日です。おやすみなさい。皆様おはようございます。今ね朝の5時38分でございます。あれから全然寝れなくて、夜中の1時ぐらいにやっと寝れたくらいですかね、そのぐらいまで覚えております。なんかね最近ちょこちょこ寝れないことが多いですね。飛行機の中だとね逆に一気に眠気がきて寝れるんですけども、あとね6分ぐらいしたら一応ねパンケーキを朝注文して、あとオレンジジュースね、はい、それが届く予定です。まあちょっとこればっかりはねよくわかんないです無事その時間に来ればいいんですけども、一応私はね6時半にボートに乗って空港に行く予定なので、まあ本当はね6時にここを出て、まあ20分で6時20分ぐらいにね、まあ、空港に行きたいなと思ってたんですけど、まあ、ホテルの方が言うにはですね6時半で大丈夫だということで、まあこちら側にそれはお任せくださいみたいなことをね、おっしゃっていただいたので、じゃあ6時半でいいかということで、まあ、その時間に空港に行くようになりますということなんで、朝食ねもう少ししばらくしたらね来ると思いますので、そちらをいただいて空港の方にね行きたいと思います。とうとうね本当にモルジブ滞在がね終わってしまいますね。非常に悲しいです。ということでもうしばらくしたらねパンケーキ来ると思いますんで待ちたいと思います。ということでパンケーキ、あとオレンジジュース到着しました。風が強いからちょっと敷布とかやめとこうかな。あとねウェルカムスイーツもちょっとで余ってますんで、これもいただきたいと思います。いやーいいですね、最後の食事をこのテラスっていうんですか、バルコニーっていうのか難しいとこですけど、こちらでいただけるっていうのはいいですね。それではいただきます。これはメイプルシロップですかね、映ってるかな。ではいただきます。
風がめちゃくちゃ強いんで音声がうまく入ってなかったらすいません。軽めにしといてよかった。本当に海を見ながら食べる食事は美味しいですね。いや本当にね、来れてよかったです。はい、ということで6時半になったらね、ホテルの方がね迎えに来てくれるということですので、まあ、できればねちょっと早めに向こうの方に行っておきたいなと思いますので、ちゃちゃっと食べてボート乗り場の方にね行きたいと思います。ということでボート乗り場まで行きます。まあ、一度同様ね店員の方がねバギーでボート乗り場まで送ってもらえて、ボートに乗って空港に行く感じですね。本当にここは家族でお金を貯めていきたいですね。本当にめちゃくちゃ良かった。ということで今ねちょっと待ち時間がありますので、今回のはねここで一旦ね区切らせていただきたいなと思います。今回ねヒルトンモルジムにね、2泊ねお世話になりました。いやめちゃくちゃ良かったですね。また次回はね家族を連れていきたいと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。